いつもご視聴ありがとうございます。CPU を交換したので、映像処理能力と動画エンコードで比較してみました。交換したのは、約3年前のモデルとなる、6コア6スレッドの、インテル、Core i5-9400F からです。新たに調達したのが、AMD の Ryzen 7-5700X です。こちらは、8コア16スレッドになるため、動画編集の強化を狙いました。まずは、旧 CPU のインテルからシネベンチで計測していきます。シングルコアの状況ですが、かなり重そうに進んでます。続いてマルチコアの方は6コア6スレッドで勢いよく進んでいます。10分間ほど走らせた結果がこちら。シングルの評価は1058でした。そしてマルチの方の結果がこちら。評価は5383でした。高画素の動画編集などをやらなければ不満のない数値です。次に、乗せ替えた AMD の Ryzen 7-5700X で計測していきます。シングルの映像を取り忘れてしまったので、マルチの映像です。8コア16スレッドのため、勢いよく進んでいます。結果がこちら、シングル1524、マルチ13048でした。並べて表示してみると、コア数やスレッド数の違いが分かりやすいです。今回は同じ TDP65W のものですが、結構違いがあることに驚きます。今度は動画エンコードでの比較をしてみます。グラフィックボードを使わずに、CPU エンコードで2分半程度の FHD 動画をエンコードしてみます。素材はさまざまなエフェクトなども使った実際の仕上げ動画で計測してみました。結果がこちら。比較的軽い素材でしたが、50秒と36秒の差として現れました。コア数やスレッド数の違いが出ているようです。比較検証のまとめです。ベンチマークではシングルで 1.5 倍、マルチでは倍以上の向上となりました。動画エンコードでもベンチマーク結果に似た傾向となり、確かな向上が見受けられました。今回のような FHD 素材ではなく、4K の 60p 素材などを使うと、また差を感じられるのかと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録もお願いします。